慶長5年9月15日天下は東西に割れた。石田三成率いる西軍、徳川家康率いる東軍、合わせて20万ともいわれる大軍勢が対峙する大戦。東軍井伊直政が先鋒部隊に先んじて攻撃を仕掛けたことで、その戦いの火蓋は切られた。老練な徳川家康の謀略がこの関ヶ原の地に霧となり立ち込める中、己の命を燃やして戦う西軍の強者たちの姿があった。豊臣の天下をさらわんとする者どもよ、王家副将の武味わわせてくれよう。太閤より州の一時を拝領した宇喜多秀家は、西軍の柱として東軍屈指の実力者福島正則を相手取り、後世に双方の騎士が2、3度退いたと評される一進一退の激戦を繰り広げた。しかし1万5000の大軍勢を率いる西軍小早川秀明が徳川家康隊の威嚇射撃に促されて裏切りを決意。戦況は大きく東軍に傾いた。やはり通じていたか。義なき戦に力はない。我が太刀をもって不義を正さん。逆境の中、大谷義継の瞳には光が宿っていた。それは勝ちを見据えた栄光のきらめきではなく、生涯を共にした石田三成との曇りなき絆の輝き。大谷義継はかの豊臣秀吉に100万の軍を指揮させたいと言わしめた采配を振るい、後に比類なき様子に候と語られる死闘を演じた。この戦、我が命をかけるに不足なし。生きて敗れることこそ恐れよ。システム己の名を刻まん。劣勢をものともせず、石田三成対先鋒として左近はわずかな手勢を率いて自ら戦線に飛び込み、東軍黒田長政や田中義政に突撃。死を恐れず鬼神のごとく突撃を繰り返す姿は、後に鬼左近と恐れられ、その奮闘が語り継がれる。こうして西軍は奮戦を重ねたが、東軍の勢いを殺すには至らず敗北を喫する。しかし第一、大満、大吉の旗印を掲げ、皆で力を合わせて豊臣家を守ろうとした三成の志が、西軍で死力を尽くした武将たちのみならず、心変わりをした者、不戦を貫いた者たちをも突き動かしていたならば、東軍勝利を描く後世のあらゆる史書が大きく書き換わることになったであろう。